壊れちゃう。踏んでもらっとる。ではすいません、代表してお話を伺います。ホームテレビの坂井と申します。お願いします。楽曲さんよろしいでしょうか。はい、ではお話伺います。よろしくお願いします。お願いします。まずは開幕に向けてもう近づいてきました。今の思いというのはいかがでしょうか。そうですね、少しずつチームにも緊張感が出てきて、いよいよだなっていう感じがします。今日はフルコートでの練習もありました、そういったところで意思確認とかですね、声出しのあたりとか、どういった動きの確認等々をされましたでしょうか。自分たちが今までやってきたものと相手に対して、どういうことをこう意識するっていうものを、やりながら確認した、状態です。チームの発足から半年ですね、プレシーズンマッチ合宿も経て、ここまでの道のりもあったかと思います。今のチームの状態、金田選手から見てどう思いますか。チームの、やるべきことだったりとか、目指すサッカーっていうのが揃ってきた状態で、あとはもう開幕にどれだけ自分たちの力を出せるかになってくると思います。皆さんがこう描いていたイメージとかなり近い部分まで来てますか。そうですね、ある意味ちょっと未知だったんで、本当に楽しみというか、思い切って、全員で戦えたらいいなと思ってます。個人のパフォーマンスとしてはどこまで上がっていますか。いい状態に、仕上がっていると思います。本当に多くの、ファンさんの方が期待するその B リーグ開幕、歴史的な開幕戦の朝いよいよ女子サッカーのプロリーグが、スタートするということで、このリーグを盛り上げるためにもいい戦いをしたいですし、本当に全力で、最後まで、戦い抜くっていうことは私たちもそうですし、どのチームどの選手もできることなので、まずそこは本当に最低限というか、そこを、という姿をお見せして、そこからいろんな女子サッカーの楽しさを知ってもらって、リーグと、サンフレッチェ広島レジーナを、応援してもらえるように、頑張りたいなと思います。いいスタートダッシュが切れるのを期待します。はい、全力を尽くします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。各局の他にありますでしょうか。なければいいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、ホームテレビの坂井です。お願いします。代表してお話を伺います。はい、まず、ちょっといつもよりマスコミが多いと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、本当に取り上げていただいて、ありがたい気持ちと、もっともっとこうレジーナっていうものを発信していければいいかなというふうに思ってます。いよいよ、ウィーリーグ開幕が近づいてきました。今の気持ちの高まり等々いかがでしょうか。本当にいよいよという感じで、自分自身もすごく楽しみにしていますし、本当にワクワクしている気持ちです。そのワクワクが伝わるぐらい今日、練習でも笑顔多かったんですが、今日はどういったところから見ていますか。そうですね、でもゲームを意識した中でも、やっぱりこうそこのゲームに向けてしっかり集中して、練習取り組めたと思いますし、いい緊張感を持ってやれたかなというのは思います。チーム発足から半年が経って、もちろん合宿プレシーズンマッチと、いろんなことを経て今のチーム作りまで来たと思うんですけども、上野選手から見て今のチームの状態というのはいかがでしょうか。そうですね、本当にゼロからのスタートではあったんですけど、この開幕に向けてしっかり準備できていると思いますし、レジーナのこう魅力あるサッカーをお伝えできるんじゃないかなと思います。個人としての状態のこう仕上がり具合というのはいかがでしょうか。そうですね、しっかり準備はできていると思いますし、こうチームのために得点、するために、しっかり集中していきたいなというふうに思ってます。長いシーズンを戦う上で B リーグ開幕、そして開幕戦というのは歴史的な一戦になると思いますが、そこに向けて
まあ、B リーグ初年度ということで、まあ、期待もこう高まると思いますし、まあ、その中でこう最高のパフォーマンスをできるように、自分たちはしっかり、プレーしていきたいなと思います。まあ、フォワードとして求められること、まあ、ご自身も理解しているところがあると思いますが、まあ、それがチームにとって初の勝利、そしてご自身にとっての初めての得点につながるところもあると思いますが、得点に対する意識というのはどうでしょうか。まあ、もちろん常にゴールを意識した中でプレーしていますし、まあ、自分が決めてチームを勝たせるという気持ちでやっていきたいなと思います。わかりました。各局さんいかがでしょうか。はい、スタートダッシュオペーションです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。